手順前後とは、主に二人例は有限確定完全情報ゲームで、用いられる用語で、一方の手伝いにおいて二つの着手のいずれを先に、指すか、その手順の逆転を表す言葉である。三人以上が参加するゲームでは、プレイヤー A の着手に対して、プレイヤー B の応手を考える上で、一時的に A に、敵対もしくはプレイヤー C に同盟する応手を取るか、 A に同盟もしくは C に敵対する王子を取るかは不価値である。不確定ゲームでは偶然の要素があるため一方の着手が他方より適切であるかを完全に判断することはできない。不完全情報ゲームでも不確定ゲーム同様相手の手札などが伏せられているために相手の王子を完全に判断することはできない。このような状況では 手順前後の影響を完全に先読みすることは不可能であり、二人例、は有限確定完全情報ゲーム以外ではあまり手順前後という言葉が用いられることはない。ただし、麻雀における後輩先だなどのように手順の逆転によって好影響が期待できることに由来した用語がゲーム個別に設けられている場合もある。囲碁や将棋では、 手順の逆転によってその後の局面に大きな悪影響を与えること。つまり、A を先に着手して、B を後にすると適切な応手がないが、B を先に着手して、A を後にすると適切な応手があるために、先に B を着手してしまったことによって、有利な展開に持ち込めないような場面を指すことが多い。例えば、将棋で頓死する、詰将棋で詰むべきものが詰まない。 詰め後で死活の結果が変わってくるといった具合である。伝授やチスなどでも手順の逆転によって悪影響を与える場合に手順前後と呼ばれることは同様であるが、チスのオープニングに関連した用語トランスポーズやトランスポジションを説明する上で手順前後という言葉が用いられるように必ずしも手順の逆転が悪影響を与えることのみを指すわけではない。 ゲーム以外の場面においても説明や考えの順序が逆転している場合やその逆転によって適切な結果が得られないようなことを指して手順前後と呼ぶことがある。ありがとうございます。